それではフォールガイズやっていきたいと思います。さあ、こちらのゲーム今日初めて実況しますが、どんなゲームかはもう説明するより実際にやってみた方が早いでしょう。それでは早速こちらプレイしていきましょう。さあ始まりました。こちら1回戦はぐるぐるファイト、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。さあこちら60人の参加者がいる中で、向こうの奥のゴールを目指してみんなで走っていく、みんなで競争していくという、そんなゲームとなっております。さあそしてここのさてさてさて、これ実は吹っ飛ばされた方が早いという場合もあるんだけど、これこういう障害物競争ですね。障害物競争でなんとか前に進んでいって、うーこれで右上のところに数字が書かれていると思いますが、うわっと押された。これで、今41分の、うーしまっす。この、羽が行った後にこっち行く、右上のところに41分の0と今書かれていますが、今これ60人で始まって、そのうちの41人がこの1回戦を突破できる。41人が突破して2回戦に進出できるという感じになっています。さあ、これで次はこちらのぐるぐるをまた通っていきましょう。さあこっち行って、ここで一回かわしてから、ちょっと待って、ここ一回タイミングを測って、ここで行く。さあこれも一回、ちょっと一回ここでかわしてから、もう一回だ。向こうの風車もタイミング、ちょっと前に行けない、前に行けない、今待って待って、前に行けない、今ちょっと待って、どこだこっちか、いやちょっと今前に他の人もう一回、ちょ、やばいぞ、やばいぞ。一回戦で負けるのか。さて、ここで、かわして、ここで、かわして、そしてこっち行く。なんだこれ、ちょ。さあ、これで、ゴールを妨害しようとしてる人たちもいるぞ。よし、これなんとか34番目にゴールかな。さあ、これで一回戦突破、二回戦に進出していきます。さあ2回戦はシーソーゲーム。シーソーから落ちないようにバランスを取りながらゴールまでたどり着け。これね、結構苦手です。苦手ですが、なんとか突破したい。これで、この2回戦突破できる人数が30人、30人の中に入りたい。この人が集まってくると、このシーソーが傾くんですよ。シーソーが傾くので落ちないように前に進んでいく。で、後になればなるほどこの傾き具合が大きくなるので、なるべく前で行っておきたいところで、ちょっとこの青がちょっと今傾きすぎているので、少し時間を見計らってからこっち行く。あまり焦りすぎると良くないので、これは焦りすぎると良くないので、よし、これなんとかこっち行って、青がちょっと人少ないので青の方行くか。青の方に行って、これで傾き左側に寄って、もうちょい偏らせて、これでこっちに行って紫に乗る。よし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 。これ今何ぐらいだ、前結構いるな。でも20人ぐらい、上位20人ぐらいに入ってるか。さあこれどうする、左側の青、あ、いや結構いた、意外といた。青の方に行って、うわちょっとこれ、いやちょっと待った、今奥のあれが、シーソーが、傾きすぎていたから、少し後のもう一回様子を見てから行こうかと、ちょっと躊躇してしまった。さあこれでこっちに傾いたところでここに上がるんだけど、ちょっと人がちょっと集まりすぎてないか、大丈夫か。よし、さあこれで右側に傾かせてから左に、いやーダメだダメだ、あっぶねさあこれでこっち行く。ちょ、邪魔しようとする人がたまにいるんだよな。これでゴール、よし、はあ、これで2回戦突破。さあこれで脱落者もだんだん増えていって、こちらの30人が3回戦に進出します。3回戦はこちらフルーツパニック。飛び回るフルーツを避けながらベルトコンベアを進んでゴールまでたどり着け。こちらもね、かなり苦手です。苦手のものが多すぎるような気もするけど、さあこちらが通過できる人数は18人、なんとか入っていきたい。このフルーツが、うまい、ちょっといきなり
いきなり打った。いきなりこれは、これ、前からフルーツが飛んでくるので、それにぶつからないようにしながら、前に進んでいくんですが、これ、前で、転んだ人にもぶつかってしまうので、なんと、あれ何も出てこないぞ。よしよしよし、このまま、このまま。あれなんかこれ、サーバーおかしくないか大丈夫かなんか、他の人が何も動いてないけど、これでこっちまで行って、よし。これみんな止まってない大丈夫かサーバーおかしくなってないか。ゴールしたけど、サーバーが切断。サーバーとの接続が切れました。結構ね、このゲーム人気みたいで無料で遊べるんですよね。プレステ4の PS プラスに加入しているとフリーゲームで無料で遊べてしまうので、結構な人が接続していて、それでサーバーが重くなることが結構あるんですよね。さあというわけで、もう一度1回戦からやり直し。こちらがスピンレース、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。こちらが40人、上位40人が2回戦進出できる、こちらでやっていきましょう。さあ、こちらのくるくる回るテーブルに乗っかって前を目指していく。今先頭走ってるぞ、先頭走っています。さあ、ただここはどうしても後ろとの距離が詰まってしまいがちになるけど、さあ、これどんどん前に行って、ああ、出てきてしまった。力回って前に行く。さあ、そしてここはちょっと間、下の隙間が空いているので、下に落ちないようにしながら、前に、ぶねー、進んで行く。あ、やばい、こけた。やばい、こけた、こけた、ちょっと、もう一周してこっち行く。結構前抜かれちゃったけど、まあ上位40人は今のところ入っているかな。さあ、そしてこちらが、ここの3段の、じゃあ段差を登っていって、よし。さあ、これでなんとか1回戦、うーい1回戦は突破できるかな。よし、はあ、さあ2回戦はまたシーソーゲームですね。シーソーから落ちないようにバランスを取りながらゴールまでたどり着け、こちらやっていきましょう。さあ、こちらもうみんな一斉にこのシーソーに乗っていくので、なんとかこの高い位置をキープしつつ先に進んでいく。よし。さあ、これでこっち行って、この青の方行きましょうか。ここでこの向こう側に、うわ、こけてしまった。入っていく。よし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 、いいぞ。さあ、そしてで、このオレンジに乗っかって、これはまあどっちでもいいかな。あ、ちょっと待って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 。シーソーの揺れの幅があったから、逆側。あ、待って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 。もう少しタイミングを見てから行けばよかった。さあ、これ今のでだいぶ抜かれちゃったけど、まだ大丈夫。まだ焦るところじゃない。さあ、これでこっちに行きましょう。これ後ろに10人いれば OK だから、まあ大丈夫か。これ左側がちょっと重すぎるので、こっち右側から行くか。あー、これどっちもどっちだな。こっちから行くか。そして紫がちょっと傾きすぎてる。次の紫が傾きすぎてるので、ちょっと時間を置いてからこっち登って、こっち行って、あとちょっと待って待って待って、一旦こっちを下げてから行く。よし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 。これ焦ると落ちちゃいますからね。ここは冷静に進んでいきましょう。さあ、だいぶ人数も絞られてきました。残り30人。さあ、次はロールアウト。回転するホイールを飛び移ってスライムに落ちないようにしろ。これはこの筒状の場所。ここが地面がどんどん動いていくので、これが落ちないように、ここから落ちないようにして、なんとか、耐えるというそんなステージですが、ちょっとこれ、ちょっと画面をくるくる移動させながらやっていくので、もしかしたらこの画面酔いしてしまう方がいるかもしれませんが、ちょっと、画面酔いしやすい方は目をつぶって見ていてください。で、これちょっとあんまりこれ
いろんな場所まで移動しすぎるとまずいので、なるべく一つか二つのレールを行ったり来たりするのがいいんじゃないかなと思います。で、これでこっち、あ、ちょっと待って、あれ、これ次大丈夫か。ここ今これずっとやってると自分が今いる場所がこのロールの頂点の方なのか、それとも傾いている方なのかがちょっと分かりにくくなってくるんだけど、大丈夫か大丈夫か。今12分の9、あと3人落ちれば次、何回戦だっけ、大丈夫か。まだこれ残ってるとかみんな強者ゾロになってきたからあんまり落ちる人が少なくなってくるけど、ちょっと向こうが来ない、向こうが来ない、よしこっちに移動する。あと2人、あと2人落ちれば次4回戦かぐらいに進出。うわっと、なんか掴まれる。やばい、危ねえ危ねえ。さっきのホットドッグの人が掴んでくるな。で、ここであと1人、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 誰か落ちてくれ、誰か落ちてくれ、誰か落ちてくれ。やばい、危ねえ。さあ、これで、なんとか人がいないところで待機していきたい。誰か落ちて、はい、もう誰か落ちて。あっ、危ねえ、よし、ラウンドクリア。さあ、これで目をつぶっていた方、目を開けて大丈夫です。あれ ?18 人、あれ待って。今まで知らなかったけど、これ、右上に出ていた数字って、落ちた人数とかじゃなくて、タイムか時間を測っていたのかな。さあ、これで次はチーム戦ですね。ロックンロール。チームで協力してボールを運んでゴールを目指せ。さあ、こちらのゴールを目指して大玉転がしですね。運動会の。で、自分はこの黄色チームで、このボールを転がしていって、ちょっと見た、ボールを転がしていって、早くゴールにたどり着く、違うな、一番遅かったチームが負けとなります。さあ、これどんどんボールを転がしていきましょう。そして、あ、これ取れる？取れないですね。右にボールをずらして、さあ、これどんどん前に食っていく。そして上のところで、どのくらい今進んでいるかのパーセンテージが出ているんですが、ここを超えると今度他のチームの妨害ができるようになるんですが、ちょっと赤チームが妨害してきてる。待って、これ赤チームの妨害に入らないとちょっと青チームと一緒に、やばい。あ、でもいけるか、いけるか。黄色、押せ、黄色、よし、どうなった？エリミネイティッド。ん？ウィナー？え？あれ？今これ決勝だった？え？そんなわけない。あれ？これ負け？黄色負け？マジで？マジか。いやー、マジで。さあ、そんな感じでこちらフォールガイズやってみました。こちら60人でバトルロワイヤルをするというゲームなので、やっぱりこの優勝するというのがかなり難しいんですが、なんとかね、こちら頑張ってやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。